えー、体にいい食事とかですね温力よく野菜を食べるといいとかですねサラダがいいとかそういうそのことがですね最近まあテレビとか、まあ、栄養関係の人なんかに結構言われるわけですよね。で私はですね体にいい食事っていうのはまあ基本的には存在しないだろうと体にいい食事というのはかえってその偏食になってですね 全体のバランスを崩すこととになるだろうと昔から思っておりましたしかし私の場合はですねあのある結論を下すのにですね自分でこうそうそこれが正しいんじゃないかと思うのにですねまず文献を読み論文を読み、まあ、ネットなんかでも一応反論を調べかつその権威の人に聞くっていう、まあ、こういうことを必ずやるんですね。そうしないと ああよくあの私なんかテレビ出てて同じコメンテーターがですねどっかから聞いてきただけだなぁと思えないやつがあってですね、まあ、自分はそれをしないように自戒してるんですけども、えー、この前あの1人は大学の先生で栄養学で相当有名な先生を1人とそれからもう1人はあの現場の栄養士ですね、まあ、その方にですね2人にですね体に,あの体に良い食事ってあるだろうかということをまあお聞きいたしました。 大学の先生の方は原価にですねいやそんなものないですと、まあ、いうふうに言われましたね。えー、それは当然でですね体にいいといいいとととうううののはでですすねねそも概念してなん人間の体っていうのはですね、えー、人間の体って動物の体全部そうですけれども、えー、昔は輸出入なんてありませんから、まあ、関東に住んでる人は関東日本,で日本に住んでる人はもともと日本しかも関東に住んでる人は関東、まあ、納豆なんかを食べると。 関西に住んでいる人は関西、まあ、納豆を食べないとでその地方で取れるものを食べて健康になるように体の方も変わっていくんですね。ですから人間の場合はもともとは魚の体をしてまして、えー、しかしかだからその名残がですね血液中の血清の成分なんかは海水成分とほとんど同じであると。まあ、このブログでも一回そこのとこやりましたけどですね。それからまあ日本の 日本人の場合は水銀が割合と環境の中に多いので、まあ、水銀の供与量が高いと、まあ、こういうのはみんなですね長くは600万年ぐらい前からから短くはまあ10万年前 <laughs> えつまり例えばネアン・デルタール人からまあ現代人ホモ・サピエンスに変わる時それからさらにまあ5万年ぐらいえっと日本列島に住んでいるという中でですね 出来上がっていくんですよね、体が。それが例えばあの米を食べるところは魚と連携してるし、それから麦を食べるとかパンですね。パンを食べるところは肉と連携してて、それからヨーグルトなんかもあるという風にですね、こう食事全体が連携してるんですね。この食事全体の連携っていうのは、その地方で生きている人がまあそこのような産物を食べるからできるんですね。で、体の中の 仕組み分解する仕組みとかそういうのも全部それでできていくわけですねですから例えば東ヨーロッパと日本と比べますとね東ヨーロッパはお酒の飲めない人がいませんアルコール分解酵素ゼロの人は0%それからヨーグルトのような乳製品の発酵品をが体にいいわけですねところが日本になりますとお酒が飲めない人はもともとは4割40%もいて そして発酵品っいうと大体大豆系ですね。それはまああの保存用に作ることもあるしそれから発酵として使う,使うことがあります。それからまあ極端には日本人はやっぱり米に大きく依存してますから米の成分で日本人だけにしか効かない薬っていうのはあるんですね。ですからまあそれはもうそういうことで全体がわかるわけです。そうしますと体のいい食事をあえて言えばですね、えー、お米のご飯。 それから魚、それから味噌汁、お味噌ですね。それから簡単なちょっとした具ですね。海藻類、それから煮物は野菜の煮物は大体根菜類。人参、ごぼう、ボ、え、ウ、ー、例えば、えー、大根、まあ、せいぜい椎茸、ハスのレンコンみたいなものですね。あまり葉っぱ使えません。それから葉っぱはお浸しとか漬物とかに一回絞って、 歯の,の葉っぱから出てくるあの汁っていうのは割と有害なものが多いんですね。悪という場合もあるんですけど悪以外ででもも有害なものが多いわけですそういうんで成り立ってますね。それで日本人は特徴は植物油をサラダ油とかそれからごま油とか植物油をほとんど取らないということですね。これは近年明らかになってきましたが従来日本人は、えー、豚の油牛の油を食べないので 植物油が健康に悪いということが、まあ、分かってきたわけですね。ということはどういうことかというと、明治以前に食べていた食事が、日本人の。ああ、よか、体に良い食事の基本だっていうことですね。まあ、パーセント定時わかんないんですけど、まあ、八割ぐらいは日本食なんでしょうね。日本から取れるもの。果物でしたら柿とか、みかんとか、りんご。まあ、こういったものを食べて、まあ、キウイとか、バナナとかいうのがですね。 それほど体にいいいとは思えないですねそれから明治以来ですね牛肉豚肉を食べるようになりましたし現代は寿命を無ぶ分飲みましたのでやっぱり肉類は必要だと言われてますのでやっぱり肉類も比較的積極的に取った方がいいだろうと思いますが体全体としてはやっぱり肉よりか魚がいいというのはこれは間違いがないというふうに思いますね。ダイエットだかから魚とかそういうんじゃなくて えーまあ、それ全体とということですねそれから私なんかは,あの油はです、ね、動物の油は結構積極的に取るんですけれどもなかなかコレステロールが200を超すということはないんですけれどもこれもやっぱり日本人とししての特徴でしょうそれから日本人はお塩を結構よくとるんですが、まあ、日本人の4 5分の480%かなりほとんどとは言えませんがかなりの人がお塩を食べても血圧が上がらない。こういうのはみんなですね日本人 日本という、まあ、周りを海に囲まれて魚をよく食べてと海藻類ですね海藻類というのは非常に特徴的なんですね。従、えー、って海藻がなんで特徴的かったら陸上の葉っぱにはタンパク質ありませんが海藻は結構タンパク質を含んでますからねそういう意味でかなり違うわけです。従って例えば黄緑色野菜がいいって言うんですけどもこれも。 その栄養の先生と話したら、やっぱり違う。ベータカロチンみたいな応力食野菜に多く含まれるもの。多く取りすぎますと、がんが増えるという報告もありますね。それから、えー、野菜一日三百五十グラムって、僕もずいぶん調べました。何の意味もありません。日本人、大体たい二百八十グラムぐらいですね。それから、子供はその半分ぐらいです。だから、子供にむやみに野菜を食べさせるっていうのは、いいかどうかはまだ分かっておりません。 つまり研究が行われておりませんね研究が行われてないことを自分の感覚でやって子供の健康に影響があるっていうのも問題だと思いますそれから最近流行ってるなんか炭化すお米をあんまり食べないっていうのはあるんですけど、えー、これはかなりの被害があると思うんですけど私これについてあんまり言いたくないのはですねすごい反撃が来るんですよどうしてそんなにあの感情的になるのっていうぐらい感情的なんですね 全然こんなのその人が自分ででで食べるんすすから別にいいわけですよねそれからこれだけ長い間米を中心として食べてきて、えー、米があご飯が悪いっていうのはよほど特殊な考えだろうなと思ってこの前その栄養士の人に「お米をキーする、まあ、炭水化物キーするのが嫌がるのはどうしてですか?」と聞いたら「えー、昔と同じ量を食べてるのに最近では糖尿病が多いとか肥満が多いと」とそれは当たり前ですね。 えー、昔の男性でも女性でもそうですけど男性はクワをふるい女性はもう洗濯物とか子供のおしめ洗いなんか大変だったわけですよ。もう一日朝から晩までククタクタになるまでで働いたわけですねですから現在のこれもずっと計算が出てますけど現在の人間というのは昔の人間に比べたらカロリーの使い方がまあ半分から3分の1ぐらいなんですよ。 それなのに同じ量を食べてりゃ、それは食べ過ぎなんですよ。それは単に食べ過ぎなんであって、その、あの、ご飯がダメなんじゃないんですね。まあ、どっちかというと全体を減らすということでしょうね。昔はやっぱりご飯は茶碗に2杯食べないとやっていけなかったんですよ。辛くて。それがもう今ご飯は茶碗に1杯になり、おかずも少なくていいんですけど、それはとんカツとかですね、それから天ぷらとか、えー、焼肉とかですね、 女の人だったらケーキとかこんなの食べたらですねそれはご飯どころじゃないんですよだから、まあ、そういうような大きな誤解がですねあ存在するこれにまあテレビとかなんとかがこれは体にいいあれは体にいい